コーセーのネイチャー&コーのシリーズでクレンジングについて今回はご紹介します。アプリコットオイルを使ったクレンジングクリーム、グレープシードオイルを使ったクレンジングオイル、アボカドオイルを使ったクレンジングミルク、アセロラエキスを使ったクレンジングローションなどがあります。今回私が購入したのはクリームとオイルの2つです。クリームはすごいびっくりしました。こんにゃくのつぶつぶが入っていてマッサージ効果抜群でお肌がすごい気持ちよくなりました。で、毛穴の汚れもなんかこうこんにゃくに絡め取ってくれる感じがして、なかなかこのクリームクレンジングはおすすめだなと思います。あともう一つオイルなんですけれども、グレープシードオイルって結構サラッとした感じのオイルなんで、ちゃんとマスカラとか落ちるのかなと思ったら結構こってりとしたテクスチャーだったんですよ。で、しっかりとマスカラの汚れも落としてくれました。あと他にミルクとローションのクレンジングも店頭に置いてありました。今回はまだ購入してないんですけれども、ミルクは美容乳液仕立てって書いてあるので、すごい肌に優しそうな印象です。もし機会があれば次回使ってみたいと思います。私の好きなアボカドを使ったオイルっていうこともありますし、あとローションはなんかこう肌に負担がかかるんじゃないかなとか思うので、あんまり使うかどうかちょっと迷ってるところです。では購入した2本のクレンジングのレビュー動画と後半は私の実際メイクを落とした映像を載せましたのでご覧ください。ネイチャー&コークレンジングオイル 150ml 入りです。グレープシードオイルを配合していて、それが美容オイルなんですけれども、他にもオーガニックのオリーブオイルとか、もうお肌にすごい優しいオイルで作られたクレンジングです。イージーマイクロフェムリオントオイルって言って、アイメイクとかもうウォータープルーフのアイメイクでも落ちやすい、スピーディーに落としてくれる、でも優しいクレンジングオイルです。滑らかクッションエモリエントオイル、確かになんかこうクッションな感じのオイル、本当に弾力のあるオイルでした。香りはメローグレープの香り、すごいね、優しい美味しそうな香りがしました。ネイチャー&コークレンジングクリーム 150g 入りです。プニプニのこんにゃくの粒が入っていて、毛穴の汚れを取ってくれる気もするし、あとマッサージ効果はすごいあって、やっぱり指先で転がしててもすごい気持ちいいです。香りはスイートアプリコットの香り、甘い感じのフルーティーな香りがします。では早速メイクを落としていきます。半顔だけ、片方だけ落としていきます。オイルの方でポイントメイクを落とすんですけれども、まず眉の眉尻がリキッドで、眉全体がパウダーで整えた感じなんですが、なじませていくだけで結構メイクが浮いてきました。見えますかね、眉尻のメイクが取れてるの。あとは私の眉なんで取れないです。
次にアイメイクを落としていきます。特に目尻のとリキッドアイライナーを念入りに落としていきます。アイシャドウは割とすぐに落ちてくるんですけれども、アイライナーは念入りに、まあ、2回ぐらいオイルを浸して、優しく指先でこすります。マスカラは指で挟むようにオイルをなじませて、しっかりなじんでから落とすようにしましょう。唇はオイルを滑らせる程度にして、コットンで拭き取るようにしましょう。マスカラが十分に馴染んできたらは、コットンで挟むようにしてコットンの線に絡ませるようにしてから落としましょう。で、最後にコットンに大量のオイルを含ませて顔全体を、拭き取って、メイクを残さないようにすべて取り除いてください。次はアプリコットのこんにゃくつぶつぶ入りクリームクレンジングを使います。ポイントメイクで落としたところ以外のお肌のところを、メイク落とししていきます。特に毛穴が気になっているところは、このこんにゃくつぶつぶスポンジがすごい効果的じゃないかなと感じました。クリームが馴染んできたらばコットンでオフしていきます。あまりこすりすぎないように。はい、これだけ落ちました。つぶつぶもコットンに絡んでついてきてます。はい、片側だけメイクオフしました。こっちがメイクオフ、こっちはメイクしたまま。わかりますか違い。メイクオフ、素肌の違い分かりますかね。特にまつげのあたりが違い出てますよね。あと眉尻、こっちはメイクしたまま、でこっちがメイクオフした方です。最後まで見ていただきありがとうございます。いかがだったでしょうか。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。